日本国神奈川県横浜市中区竹の丸だけの丸は、神奈川県横浜市中区の町名、1番地から197番地までを有する、郵便番号231-0847、面積は0.172平方キロメートルである。この地名は、かつての倉木郡根岸村の地に由来する、昭和8年の町会町名地番整理事業の一環として、 根岸市長の一部から新設した地名研究では、丸は丘、小山を意味する。2017年版中区統計便乱によると、平成29年3月31日現在、人口2270人、1138世帯を有する。高齢化率は20.5%である。竹の丸は傾斜の激しい土地に位置し、町内の大半が団地及び住宅地であり、 近年小建て新築の家が増加している。西竹の丸、白葉、鷺山、山都町、中尾台、立野と隣接する。町内にバスや電車などの公共交通機関はないものの、最寄り駅として隣接する山都町2丁目に JR 京浜東北、根岸線の山手駅がある。竹の丸33番地付近の裏道からは JR 京浜東北、根岸線の 第2地区の丸トンネルと第1地区の丸トンネルの間の約30メートルほどのわずかな距離を通過する電車の姿を真上から見下ろすことができる。また、町内には北東から南西にかけて町名に由来するサギ山竹の丸通りが、さらにこの通りの北側に並行して竹の丸稼働が通る。竹の丸花道は民家の軒先を縫うように進む細い路地であり、 かつて付設されていた下水口の蓋が舞台の花道に似ていたことからこの名前が付けられた。町内にある主な施設は横浜訓猛学院、社会福祉法人横浜訓猛院、横浜市立竹の丸保育園、横浜市竹の丸地区センター、鷺山竹の丸町内会館である。神社仏閣は原木山別院廟明寺を有する。また町内にある公園は 竹の丸31-9にある竹の丸公園のみである。私立学校の学区は横浜市立立の小学校横浜市立中尾台中学校である。ありがとうございます。